手今日防衛すれば、はい、この後彼がやること高橋選手が防衛すれば、はい、この後彼がやることっていうのはおそらく元王者に対する防衛ロードだった、ね、なるほどね、はい、デスマッチのリングに落ちた男が頂点を掴むか、武田雅史。血みどろのその体に再びベルトを巻くことになるのか、高橋雅也。さあいよいよのメインイベント、ゴングが打ち出されました。高橋正也対武田雅史。さあ両選手を後押しするような声援、高橋そして武田。リング中央、高橋選手は柔道、武田選手はレスリング、なるほど、まあ、ベースはお互い組み技の格闘技ですから、はい、どうでしょうか、その入場時、そして今、まあ、ゴング打ち出された直後でありますが、コンディション自体は両選手、悪くなさそうですね。まあ、あとはその気持ちの面ですが、ちょっとどうかなと思ってた武田選手の方のモチベーションが、はいはい、前回 の、 あの中継でご覧いただきました、うん、あの後楽園大会での前哨戦で、うん、本人の中もちょっと戸惑いとか、なんか惑いみたいなものがあったのが、はい、逆に武田選手に関しては吹っ切れたような気がする。そうですよね。おーっと、激しい攻防、一発の展開、その吹っ切れたという部分は、この高橋の強さだったような気がしますね。挑むに足る。そうですね、はい、まさにそうだと思いますね。高橋やるじゃねえかと言ったところだと思います。おお、なんか挑発していきました。それに応えるか、スイッチが入ったか。おお、切り込んでいった。非常に危険な戦い、はい、非常に危険な戦い。セコンドチームも大慌ててサポートに入りますが、さあ束ねたのを使い始めましたが、いやー、それにこらえてのドロップキック、場外での傾向と試合形式としてのキーポイントはやはりガラスですかね。これは圧倒的に武田選手の方が経験値が高いアイテムですから、はい、さあこの辺りチャンピオンどう対処していくんでありましょうか。ガラスというのはやっぱり決して扱いやすい、うん、大きさといい重さといいですよね、ものではないですよね、だからやっぱり経験値がものを言うアイテムではありますよね、はい、確かにそうですよね。今回はその2枚用意されたガラスボード、そのうちの1枚にはですね、これ画鋲ってよろしいですよね、はい、まあ多分接着剤で固定されるんですが、横にばっかり切れてますね。危険度が高くなってまいりました、このリング上。あ
とはそのガラスの破片というのが独特な厚みがあって、はい、あの蛍光灯とはまた違う身体的なダメージがあるので、はい、そこが高橋選手が、はい、まあ、武田選手と比べるとやっぱり少ないと思われますね。波に対する、ね、経験値がな、はい、あの少ない分だけ、はい、それが、まあ、判定となるのかどうかですよね。ですよね。さあ第5世代の騎手として高橋正也、小林からのベルト奪取、札幌で塚本を破り、おっと、あ、待ってた、これはちょっとあの僕やっぱり感じるんですけど、武田選手は小林選手と違った形で風を作りますよね。ですね、自分で、はい、今の一瞬の攻撃、逆襲で武田へ風が吹いた。さあそしてこの T シャツを脱がしたことで、さあさらに加速度的に武田への風が吹いてまいりました。これね、高橋選手にしてみると、はい、試合通じて T シャツ着てる気はないと思うんですよ。まあ、もちろんですよね。多分自分のスイッチを入れるためみたいなところも、ここ彼の T シャツがありますね、うん、はい、これ脱がされたっていうのは、あ、なるほどね、高橋選手にすると嫌なことなんですよ。確かにそうですよね。いや、なんか変な意味じゃないですけど、本当にあのフォローでも何でもなくて、以前はね、デスマッチ当初は黎明期、まあ、デスマッチ黎明期と呼んでいるか分からないですけど、はい、ダイニオンプレス旗揚げ当初は T シャツを着てる着てないということで、まあ、防御力がうんぬんとか痛さが怖がってるとかっていう話もありましたが、決して今のデスマッチはそこではないという部分はお伝えしたいというふうに思います。その上で高橋がその自分のそのなんか主張を出すシーンの前に脱がされたというのは屈辱かもしれませんね。いや、高橋選手の肩のあたりが、ざっくりとというか出血が大きいですね。今の蛍光灯攻撃で、はい、切れたんでありましょう。その前は武田の額からの出血が、おっと、その額からの血を十字に切ってまいりました。さあブラッドポンドフロムヘルということでこのタイトルついておりますメインイベント、さあ武田がどうするんでありましょうか。斜めに置きましたね、はい、これは流れ式の技を狙っているという、またデスマッチの設営時間という部分では理にかなってますよね、はい、4つの椅子で固定って意外と大変ですから、うん、ですよね。サイズ感が合わなかった場合という部分もありますが、やはり須山さんのおっしゃる通り流れ式狙っているんでありましょう。このガラスボードに対して赤い赤い出血というにはあまりにも惨劇だ。さあどうする、しかしこらえる、さあこらえたら高橋、うん、エルボーダメージを重ね、その傷口に打ち込んでいった。これが第5世代の真骨頂か。んどうする、ああなるほど、さあこのまま一気にいった、力の高橋、力の高橋、これ首のあたりでしょ、ちょっと肩か首か、少なくともそうですよね、決してあの低い位置ではないというふうに思われますので、さあセコンド陣も駆け寄りますが試合は続行。さあデスマッチファイターの中でも第5世代とくくらずとも力の高橋でありますが、ガラスボード、はい、あの小林選手ね、ジャッカーまで投げ切ったわけですから、そうですよね、体重的には武田選手の方がこの試合はちょっと大きいんですけれども、うん、この体重差は高橋選手にとっては全くハンデにならない。そうですよね、質量的に重いものを持ち上げるといった作業に関してはこの高橋の方が上回っている、そんな感もありますが、しかしデスマッチ界の狂乱の貴公子武田正史、さあ高橋が力なば、俺がアイア、デスマッチに対するアイア狂乱具合は負けていないと言わんばかり。さあしかしここは高橋の時間だ、お、の前から落としていった。この辺りの残酷さもですね、以前のそのチャンピオンになる前の高橋にはなかった部分ですね。躊躇がないですね。そうですよね、冷静かつ、さあここで打ち込んでいった高橋、冷静かつ非常に打ち込んでまいりました高橋正也。蛍光灯のため鋳型に組みましたね、高さがありますと蛍光灯非常に危険度が増します。特に今日の場合は2面がこうやって束ねた蛍光灯になっておりますので、
さあ伊賀田の位置が上がってきましたね。危ないですね。まあ、過去経験の中であのデスマッチファイター沼澤ジャキ選手がね、まあ、肺まで到達するような怪我を負ったというのはこの伊賀田のこの傾向と相手の への攻撃でした。高橋、うわすげえな、もうボディカラーのように赤く染まっております、はい、右半身、いや失礼、左半身、デスマッチ界のアイアンマンのように。さあどうする高橋、抱え上げていくんでありましょうか。ジャックハマーという一つの選択肢もありますが、これは前に落とすか、ヘッドロック、いや傷口のあたりへのヘッドロック、頭部なのか首のあたりなのかこの時点でははっきり分かりませんが、ですかね、そうですね、出血の今の具合から見ますと頭ではないようですね。あバチンという音、それをかわした、ハーフネルソンですね。さあもうこれはかわしたと言っていいのでしょうか。どちらかといったところですよね、はい、そして大型のデスマッチアイテムガラスボード、ウィズ蛍光灯と言ってもいいかもしれませんが、もう一アイテム残っています。ある程度予想はしていたんですが、ここ最近のデスマッチ選手権としてはやはりこう、はい、ガラスの量が多いですね。そうですね、透明であればゆえにこのカメラからはお伝えできない部分もあるかと思いますが、無数にこの散らばるリング上での蛍光灯、そしてガラス片、膝立ちながら相手への攻め手をやめません両雄。強烈スイッチ再び入れたか武田、抱え上げた。さあこのままっと先ほどはふわつなのが今度前から行った、思わず立ち上がる、そこを見逃さない、しまったリング中央、まあ王者の必殺技、これを返したのは武田、いや威力としては十分、まあ、武田としても勢いも含めて返したと言ったところでありましょうが、勝負を決める大技をカウント2で返していきました。さあそこで手際よく理想を並べた高橋、まあ、これは理にかなっているというか、さあそんな中で大ダメージを負った武田、立ち上がれない、立ち上がれない。さあ意外とこれ重要なのが、これ一発セットできるかどうかですよね。なるほど、さあ4つの椅子を並べて、さあ蛍光灯モードしっかりとはめ込んでいきたいところでありますが、あちょっと手間取ったか、ここが多分経験値なんですよ。さあそんな中で高橋がしっかりとガラスボード設置してまいりました。さあこの10秒前後のロスが、ね、ロスですね、はい、どうなるか、決して大きく手間取ってはおりませんが、ジャックハマーか、決まれば終わりでしょう、おそらく捉えるのは武田、クラッシュさせたのは武田まさし、セコンドに指示して、これは何、ダストボックスに投入された、すでに割れた蛍光灯片をリングに再びぶちまけました。さあ武田自身がデスマッチを、そしてデスマッチで負ったこの傷を、そしてデスマッチで流したその血を身にまといながら、さあ再びの大技を見せるんでありましょうか、武田まさしトップロープ、さあ一気に飛び込んだ、大クラッシュ、大クラッシュ、カバーに行く、これはリングですごいことになってる、残骸というにはあまりにも凶暴、あまりにも凶乱、向かって竜に張っていった両雄でありますか、逃げる、逃げる、
ップですね。止まらない、止まらない、デスマッチの勢いが止まらない。そしてデスマッチの勢いが止まらない。きた、もう一度体勢を立て直してホールドに行った。しかしここはカウント2。すごいなと思ったのが最後の3分のお互いの畳み込み、そうですね、全然止まらなかったですね。止まらなかったですよね。大型のデスマッチファイターのぶつかり合い、激しい激しい、まさに車と車がぶつかったかのような、その激しい戦い。もうほんと受ける高橋も攻める武田も、また転じて攻める高橋も受ける武田も止まらなかったですよね。これね、やっぱり第5世代ならではの、うん、なんていうんだろうな、アスリート性が高いっていうんですか。ああ、なるほどね、うん、ただね、あとね、もう一つ、もうそれもすごく今感じたし、なんか山川ダブル X 本間の時、それから伊藤選手が出てきた時と同じように、はい、何かこう時代の帯同というか、動きを感じますね。さあ、武田が頂点に、武田が頂点に、武田が時代を、いや、デスマッチの扉を再び開けたか。ようやく届きましたね。神が与えたその試練なんでありましょうか、たどり着いたそのベルト、受け取る資格この男にあり。はい、いや本当中学生の頃からね、大日本ずっと見てて、そうですよね、前のベルトの時からずっと挑戦してたわけですよ。そうなんですよね、様々なデスマッチファイターとの対戦があり